勝ち馬はボバと千馬が5勝して2着6回、牝馬が5勝して2着4回と、出走頭数の比率では牝馬が圧倒的に有利で、2年連続してワンツーフィニッシュを決めたこともありました。こう一点牝馬の出走となるサリエラにとっては心強いデータです。また4歳馬が5勝して2着5回、5割近い複勝率を残しているとともに、5歳馬6歳馬がそれに続きます。一方で7歳以上は2015年3着のミトラだけしか馬券に絡んできておらず、極端に複勝率が悪くなってきており、この舞台では厳しいようです。7歳のロバートソンティーに8歳のナイマンワンにとっては嫌なデータとなりました。また2エーマが昨年のタイトルホルダーとスティッフェリーをしか馬券になっていませんけれども、先行馬が3勝して2着が4回と、前にいる馬がかなり有利なようです。追い込みで馬券に絡んだのは2020年に勝ったセンテリオにミッキースワロー、ダンベライトの3頭だけで、フルゲートとはならず小頭数で馬群が捌きやすくなった場合ならば追い込みが決まりやすい状況となっています。そして前走重賞組が馬券圏内のほとんどを構成しているのですが、前走 G1 組がかなり複勝率が高く、前走が宝塚記念組を筆頭に、重賞組は盤石でかなり信頼性が高いというデータが出ています。しかしながら G1 組に比べると G2 や G3 組はかなり成績が落ち込んでいってしまいますので、 G1 組は必ず抑えておきたいところです。最後に枠順についてですけれども、どの枠も勝利を挙げていますので、一見フラットにも見えますけれども、2桁馬番が勝ったのは1回だけで、その1回は2014年の新潟開催の時でしたので、中山競馬場の今回はその点断然内枠の方が有利になりそうです。7枠や8枠が活躍してということもありますが、これは7枠7番ですとか6枠の9番など小頭数の場合ということで、内枠そして中枠の馬がやや優勢と思っておいた方が良さそうです。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着が3回、4年連続で馬券圏外となったこともありますけれども、その前は4年続けて連帯をしていました。そんなこともあってか3番人気に複勝率で劣っています。一方で穴馬についてですけれども、2桁人気となる複勝率がかなり苦しいことになっていて、ちっとも馬券に絡んでいないという状況です。それもあってか馬連の10倍割れが2回、3連単の万馬券割れも2回あって、低めの配当に収まる場合もありますので、あんまり冒険はしすぎない方が良さそうなところです。5番人気内のワンツースリーは4回、3連複の万馬券は2回で、3連単の10万馬券オーバーも2回と、近年頭数が揃わないこともあってか配当が伸び悩んでいることが続いています。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はレーベンスティールです。前走のエプソムカップは59キロの大きなハンデを背負っての出走となりましたが、好スタートで先団を形成すると、左右で鞭を1回ずつ使うだけの比較的余裕のある手応えで突き抜けていきました。 G3 競争ですので相手関係もだいぶ楽ではあるんですけれども、任した馬たちで掲示板にいた4頭のうち3頭がエプソムカップの次走の重賞で好走するなど、決してレースレベル自体は低くなかったと今ならば言えると思います。あれから一夏を越して当然上積みもあることですし、金利用も57キロに戻ること、そして神戸新聞杯もある中でルメール騎手がここを出走できたということもかなり陣営にとっては好意的に捉えているようです。いい枠ももちろん確保できたことですし、今度こそ G1 で構想できるように弾みとなる競馬をさせたいところです。そして対抗はステラベローチェ。前走の札幌記念は行きたがる馬を横山騎手がなだめて我慢させて、それが後半最後の伸びにつながりましたけれども、前を行くノースブリッジですとかジオグリフには届きませんでした。もう少し距離があれば上位2頭に迫れたとも考えられますけれども、反対に4着馬のプログノーシスに刺されていたのかもしれません。2200m 自体は結構好きな部位で、神戸新聞杯を勝っていたり、日経新春杯は2着と、どちらも中京コースにはなりますけれども、好走の履歴があります。そもそもこの馬は有馬記念4着に、大阪杯も4着と、右回りコースの
構想力が十分にあるわけですから、メンバーの中では実績は断然のような存在です。なのでフルでパフォーマンスを出せたならば、レーベンスティールにとっても一番厄介な存在になるかと思います。ただし前半とにかく関わらないことが必須の条件ですので、馬込みに入れて早いとこ折り合いをつけて我慢をさせたいところです。そして3番手はサボーナ。飛びが大きく阪神や京都、東京で構想をしているのが目立ちますけれども、今回は望んでいた外目の枠に入れましたので、しっかりとした末脚が期待できそうですし、4歳ですから上積みも見込めることができます。年明け初戦では後の高塚記念の勝ち馬となるブローザ4に0秒1まで迫ったこともあるだけに、こちらも目の離せない一頭となりそうです。以下開催が進んできたとはいえ、やはり直線が短いこともある分、前に構える馬もケアしておきたく、アウスバールも入れておきたいと思います。それ以外が本当に先行して粘り通しておきたいという客室の馬が少ないですので、展開的には困りそうな馬もいるかもわかりませんが、現状でしっかり刺してこられる力のある馬を選んでおきたいところです。それでは開名です。レーベンスティールからの3連単1着固定です。一部安い組み合わせも存在していますが、配当の高いものも十分あります。特に中枠勢に人気がありませんので、このあたりが来ると配当が一気に跳ね上がりそうです。さすがに京成杯オータムハンデの時のような16万馬券というほどの爆発力はありませんけれども、先週のセントライト記念のように人気馬の 1,2,3 というのも2週続けては続かないはずですので、ちょっとでも穴馬たちの活躍に期待したいと思います。以上オールカマーの予想でした。今週は神戸新聞杯の予想動画もアップする予定です。またブログの方では土曜日のどちらかのメインレースを予想を考えておりまして、日曜日も午前中のレースと最終レースをブログの方で予想する予定でございます。また月曜日は祝日となりますので、こちら白山大商店の予想をブログで配信する予定です。また中京の最終レースで万馬券を的中しましたオンラインサロンの方ですけれども、平場と特別競争の直線情報並びに重賞限定情報を配信する予定でございます。ブログとオンラインサロンの URL は概要欄にございますので、ぜひアクセスしてみてください。そしてチャンネルメンバーシップの重賞限定情報ですけれども、先週はローズステークスでは人気の高野エルピーダを、そしてセントライト記念ではスティンガーグラスを危険な人気馬としまして、今年の25勝目並びに26勝目を挙げました。今週もどちらかの重賞の限定情報を配信する予定ですので、チャンネルメンバーシップの方も概要欄からアクセスできますので、どうぞそちらの方もよろしくお願いいたします。それでは次回は神戸新聞杯の予想動画でまたお会いしましょう。